はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2003年度の奈良県立医科大学の入試問題です。範囲は数 A の集合ですね。集合というと、なんかこう個数の種類にイメージが大きいかなと思うんですね。ベン図を書いたりとか、その集合の要素を書き並べたりとか、センター試験、共通テストなんかでは、集合の部分が出ることがあるので無視はできないですけど、なんか難問というとなかなかないかなと思うんですよね。集合単独の問題っていうのは確かにあまり少なくて、そうですね、証明とかなると整数問題、実質整数問題だったり、あるいはその集合の中身を定義しているものが2次関数だったり3次関数だったりするわけで、多分野との融合になることは多いです。ここ数日ですね、集合について扱っていきたいと思っています。論証ですね、それを考えています。これ決して難しくはないんですけれども、例えば A と B に対して A が B に含まれるということを、どうやって証明するかっていうことをすっかり忘れてたらできませんよね。 X が A に入っているならば必ず X は B に含まれると、これを証明すればいいんですよね。こういう基本的なことをしっかりと確認していきましょう。それでは1番からやっていきたいと思います。1番ですね。 D の M と D の N が D の M たす N に含まれると。 D の N っていうのは M の約数の全体からなる集合ですね。それを D の M というふうに書いています。例えば6という D6 というと6の正の約数ですね。1,2,3,6 とで、これじゃあどうやって証明すればいいのかというと、X が、D の M とかつ D の N に入ってるならば、 X が D の M たす N に入っているってことを示せばいいわけですよね。で、こちらは X が D の M に入っていてかつ、D の N にも入っているっていうことが条件です。で、これを噛み砕いて考えると M の約数ってことですから、これ M イコール X かけるなんか M1 というこういうふうな形にかけていて、それから N の約数でもあるので N イコール XM1 みたいな形でかけているってことですよね。したがって、M たす N はこれ足し算すれば X でくくって、M1 たす N1になって、これ X は、M たす N の約数ですよね。だから、X は M たす N で割り切るってことで、X は D の M たす N になると。これで証明が終わりですね。ここいらないかもしれないですけど、これで証明が終わっています。特に難しくないけれども、この証明の仕方ですよね。これを忘れてしまうと、できなくなってしまうので注意をしておきましょう。はい、2番も同じ要領でやっていきます。2番は D の M と D の N の和集合ですね。それが D の MN に含まれるということですね。ということですから、括弧2ですね。X が D の M と D の N に含まれるとすると、ちょっと Y とか変えましょうか。Y が D の M と D の N に入ってるとすると、Y は D の M に入っている。または、Y は D の N に入っているってことですね。どちらかに入っていればいいので、これが成り立つ。で、Y が D の M に入ってるってことは、さっきと同じように M イコール、Y かける、M2 という形になっていて、これが、1番。もしくは、M イコール、N イコールですね。N イコール、
yn2 とというふうにかけてることになるので、結局これ mn かけ算すると、どっちであろうと m かける n は ym2n なって、y かける m2n になり、あるいは mn は y かける mn2 という形になるので、いずれにしても mn の約数になりますよね。ということで y は d の mn になると、ということでこれで証明が終わるということです。このまあ m2 とか n2 とか、これが自然数で取れるっていうことも書いておいた方がいいかもしれないですね。ね、はい、これが2番目の証明です。はい、じゃあ次3番目に行きましょう。3番目は、M が DN に入っているならば、ならば DM が DN に含まれていて、逆もまた成立するっていうことは、これ必要十分条件だってことを示せってことですね。これを示せってことですよね。だから、両方示さなきゃいけないです。で、まず片っぽこっち側からいきましょう。こっち側から示すしましょう。M が DN に入っているならば、N イコールM かける N3 という自然数 N3 が存在しますよね。ということで、今この辺、この弦 DM に入っている2の弦 Z を取った時に、それがこの中に入っていることを示します。いいですか。証明するべきことはこっち側なので、Z という新しい弦を取らなきゃいけないです。だから2の Z に対して、Z という DM に対して、この Z が、D の N に入ると。で、今仮定がこれになってるってことですね。いいですか。で、Z が D の M に入ってるってことは、M の約数ってことなので、M イコール、Z かける、M3 みたいな形でかけるってことですね。ってことですね。この式をここに代入するんですね。そうすると N イコール MN3 というのが N かけるZ の M3 かける N3 という形になって、 Z の M3 かける N3 となって、Z は N の約数であるってことが言えます。これで、結果的に、Z が DN に入ってるってことが証明されるってことですね。これでこっち側が言えました。これで、こちら側が示された。ですね。で、今度逆ですね。今仮に、D の M が、D の N という形になっていたとしましょう。で、D の M っていうのは、M の約数の集合ですよね。M の約数の集合ってことは、M は DM の中に入ってますよね。っていうことは、それが DN に入ってるってことは、M 自身が DN の中に入ってるってことじゃないですか。ですよね。ということは、これはもう代が言えてるわけです。そのこっち側からこっち側は、これによって今のことによって証明されたと。これも OK。これも OK ということですね。いいですか。この、こっち側のその仮定ですね。この仮定を、仮定すると、DM はそもそも M を含んでいるわけですから、M は DN の弦であるということなので、これが言える。っていうことですね。
だから必要十分になるということです。いいですかね。ということで、反対側も OK ということなので、これで証明が終わるという感じですよね。はい、いかがだったでしょうか。まあ、集合の計算だけなんですけれどね、全くその集合の証明をやってないと、全くこの類の問題ちょっと解けないかなという気がしますが、まあ、このぐらいだとね、思い出してその解いてほしいなっていう感じはしますけれどね。もう少しずつ難しくしていく予定ですので、どうぞ期待していてください。はい、今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。